生はいつでも楽しい笑顔でいっぱい。さてさて、今日はどんなことが起こるかな。ミニモニタ TV。 実は私も日記つけてるんだ。へー、すごい。見せて見せて。恥ずかしいけど、よし見せちゃおう。わーい。え、何よ、何が書いてあったの。うわ、どう。いや、私にはちょっと。後藤さんお願いします。いいわよ。 あれもしや読めなかったんじゃ。あなたたちは分かってない。いい、日記とは自分を見つめるためにつけるもの。私は日々目標を書き留めて明日へ活かすようにしているわ。おお、ぜひ読ませてください。目指せ横綱。え、どすこーい。後藤さんって不思議な人です。明日も見てね。